綾川五郎寺五郎寺、1703年から1765年3月14日は、下屋国出身の元大相撲力士、第2代横綱。下屋国出身で、横綱力士日には、競法2年に大関になったと書かれているが、確証はない。実際には、それより、後の官報年間に活躍したようで、官報3年5月に、大阪、 堀江で行われた工業では、東小結、京都、二条河原野で行われた工業では、西関脇で出場したと記録されている。二条河原野での工業では、当時最強、無敵を誇った阿蘇が、学霧江門を破ったことで、周囲から、綾川様、綾川様と褒め称えられたという。綾川は、江戸相撲の力士だが、珍しく京都相撲。 大阪相撲でも人気があったという。小結、関脇では、上記のように出場したという記録があるが、綾川は、大関として出場したという記録が残されていない。それでも綾川が、歴代横綱に加えられているのは、関西元年に、谷風和之の小野川喜三郎に対して、吉田司が横綱免許を授与する際に、自社奉行へ提出した書類に、過去に、綾川、 丸山と申す者に免許を与えたが、記録は火災で失われたと記載されていることが根拠である。2020年現在で日本相撲協会が購入している横綱は、赤石志賀之助に次いで二代目とされているが、赤石と共に伝説上の横綱と考えるのが一般的である。実在すら疑われる初代、赤石志賀之助から第三代、丸山健太左衛門を、 歴代横綱へ加えた場合、綾川に対しては、多くの疑問が残る。このため、丸山を2代目、綾川を三代目とする説もあるが、この説では、丸山の少年が、聖徳三年であることが判明しているため、綾川が大関に昇進したとされる1717 17年の時点での丸山は、まだ数え年5歳である。 年齢的な見解から綾川を二代目であるとする説が濃厚である。綾川五郎寺日立国出身という説も存在する。AB 綾川五郎次。ありがとうございます。